日本鹿児島県薩摩仙台市日脇町宗谷、日脇町宗谷は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国薩摩郡日脇郷倉の村、薩摩郡日脇村大技宗谷、薩摩郡日脇町大技宗谷。郵便番号は895-1201。人口は208人、世帯数は101世帯。倉屋には、倉の間外物があり、 世界で唯一現存する、大恩クと呼ばれる、仏種種子凡が刻まれている。薩摩仙台市のほぼ中央部、川内川中流域に位置している。阿佐域の北方には、東郷町南瀬、薩摩町に渡し、南方には、日脇町東の原、入木町、添田、東方には、薩摩町、山崎、西方には、九十町、中村町が接している。 先進予行期の隠れ岩からなる丘陵があり、その上部に川内玄武岩が乗り台地を形成している。倉屋の丘陵を構成する隠れ岩は形跡片を多く含み加工しやすいことから倉の石として門中に利用されている。川内川南岸の丘陵には倉屋城が構築され、古くは早との取り出があったとされている。奈良時代の養老四年に、 はやの反乱を鎮圧するために、大友旅人の軍が、倉屋の地に上陸した。上陸の地は、倉屋渡瀬と呼ばれ、その後同時には、倉の渡しと呼ばれる川内川の水運の用地となった。倉屋と薩摩国の国府が置かれた、川内との間にも、水運交通があったとされる。平安時代になり、倉屋には、倉院と呼ばれる、イーリキ院内の貢物が収納される倉が、 設置されていた。倉屋という地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国に由来のうちであった。県庁2年の入力院内村村電磁年貢、東中門に、倉野の村と見える。総伝数は21兆20代であった。永忍6年の異国予外席築地配分案によると、倉屋は、新職、等原、中村などの半分が割り当てられている。 イリキーンは、鎌倉時代初期は御家人である千葉市の所領であったが、法事年間に千葉市が没落した後、相模の渋谷市が地頭として入部した。渋谷市は、院内の村々を四足に分割したとされ、初代の渋谷帝心の抜子が、倉谷市の称している。倉谷城の南に倉谷市によって創建された、随仙案があり、鎌倉時代末期には、倉の魔外物が掘られた。 倉屋城は、鎌倉時代後期になると、倉屋氏の居城となった。イーリキーン氏と島津氏の構想が激化した、大江3年から大江4年にかけて、島津元久の本陣が、倉屋に置かれた。室町時代には、倉屋氏一族のものとされる墓石東軍が作られた。戦国時代の文禄年間に行われた、建地後の倉屋は、島津氏直轄領となった。 江戸時代には、薩摩国薩摩軍日脇木座とのうちであった。村高は、天保郷町では986国余り、軍村高辻町では986国余り、三州五地西洋欄では855国余り、急行急領取調べ町では848国余りであった。文六年間以降、島津市直轄領となっていたが、慶長18年には、 イリキイン十高の領地となった。その後万治二年には、イリキインから分離し再び、薩摩藩直轄領となり、イリキインの内東の原村、倉野村、四肥野村、九十村、楠本村、中村の区域に新たに隠された、清志木里の内となり、遠方九年には、清志木里は、日脇里に改称した。明治四年七月十四日に、廃藩地検が行われ、 薩摩藩は廃止され、鹿児島県に属することとなった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、日脇里の区域にあたる党の原村、四肥の村、倉野村の区域より、薩摩郡日脇村が成立した。それまでの倉野村は、日脇村の大技、倉屋となった。1940年11月10日には、日脇村が、 調整施向指揮は基調となった。1964年8月28日には、川内川を隔てて対岸に位置する東郷町、南瀬と倉屋を結ぶ、コンクリート橋である、倉野橋が開通した。橋の開通に伴って、それまでの渡し船は廃止となった。1972年7月17日の、集中豪雨によって、倉屋は冠水の被害を受けた。 2004年10月12日に、ひ脇町が、川内市、薩摩郡東郷町、入り木町、下道院町、下古式村、上古式村、里村、鹿島村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大技名については、従前の町名を、従前の大技に関したものを持って、 大技とする。と協定され、旧町名である、日脇町を、従前の大技名である倉屋に関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日名称の変更が、行われ、大技名が、倉屋から、薩摩仙台市の大技、 日脇町宗谷に改称された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。倉の間外仏薩摩仙台市立宗谷小学校は土地、日脇町宗谷にはかつて薩摩仙台市立宗谷小学校が設置されていた。薩摩仙台市立宗谷小学校は1876年に 寺小屋として創立された。1887年に小学校令による小学校となり、1892年には倉野尋常小学校、1941年には国民学校となった。1947年には倉屋小学校となった。2010年4月1日には、児童数の減少により宗屋小学校が日脇小学校に統合され、 廃校となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻生駅の中央部を、鹿児島県道346号、山田入来線が、南北に通り、地域を東西に走る鹿児島県道394号、山崎川内線と重複し、倉谷管郵便局付近で分岐し宗谷橋で、川内川を渡り東郷町南瀬にて、 国道267号へ接続する。県道394号は北部を東西に通っており、東方は薩摩町、山崎、西方は薩摩仙台市街方面へ接続している。ありがとうございます。